見れるのがいいですね。そうですね。さあ、ドラゴンズのマウンド上には清水達也が上がりました。この回は5番坂本からの攻撃に相対します。清水もこれが4試合で3戦目というマウンドです。ドラゴンズはこれが5人目のピッチャーになります。坂本からです。先頭バッターとしての出塁はなるか。今日はレフト前にヒット1本です。まずは初球ストライク154キロから入りました。この清水も神宮の2試合というのは矢田さんボールに力あったんじゃないでしょうか。ありましたね、それからこの大きなカーブというのも一つの持ち味です。今の初球なんかでも、シュート気味のボールでね、はい、シュートだと思うんだね。で154キロ出てるからね。坂本ピッチャー返し、センターの前、真ん中のボールは逃しません。チェンジアップかな。今そうですね、少し落とそうというボールでした。挟んでましたね。見事なピッチャー返しです。坂本はこれで今日は2安打、通算の安打数も2325に伸ばして交代ということになりました。さあ、そして重信が出ます。足の速い重信を置いて矢沢さん、先頭を出す形になりました。また大城がバントかな。そうですね、このバントというのが今日のゲームの中では一つ大きなポイントになっています。一塁に牽制を送ります。全くその4回のね、まあ、3点ジャイアンツが4回に取ったとはいえ、はい、大城のこのノーアウト2塁1塁での、バントのサイン、はい、スリーバント失敗してね、最後までバントにかけましたよね、ベンチは ね、 ですね。それがもう一度ありました。初球でもちろん決めれば問題ないんですが、追い込まれた時にまたベンチがどうしていくか、はい、初球引いて、ここもストライクです。大城の心境というのは矢沢さん、どう察しますか。もうだけど監督のこの指示というか、はい、阿部野球をね、浸透させなければいけませんからね。そうですね、笑顔の阿部監督です。できない、できないけどバントしかねえよなというようなね、ちょっと阿部監督の、まあ、意味を感じますけどね。2球目もバントの構えです。あ、ここでヒッティング回でランナースタートしている。打っていきますがファールボールです。1球目のバントを見て変えました ね、 変えたね。全然タイミング合ってなかったからね。さあ、ワンテントラン、ここで入れて追い込んで、これでもうどうでしょう、バントはないですか。いや、打たせると思うね、はい、バントの構えはすると思いますよ、一塁ランナーは足の速い重信、ノーアウトのランナーです。しないな、バントの構え。そうですね、バントの構えもしません。高めに構える加藤、高め、空振り三振、ワンアウトです。清水も今日のマックス155キロ。ほらベンチは諦めたね、後ろにバントをこう3-2-1か、はい、ボール1-2ワンボールツーストライク。ワンボールツーストライクですね。もうバントやらしても無理だなというようなね。ただバッテリーとしては理想的な形、最後も高めを振らせての三振になりました。
アウトで丸です。まあチャンスがあればここは走りたいよね。重信ですね。重信ね。昨シーズンは4年ぶりの2桁盗塁10を記録した重信です。ランナーがスタートはしていません。セカンド田中美希はショートに送って重信はアウトにしました。2アウトランナー1塁と変わります。いや田中の送球は正確ですね、はい、今の守備もそうでした、それからランナーと重なる部分もあります。際どいプレーですよ。そうですね、ただ今のもセカンドでしっかりアウトを取れているからこそ、スコアリングポジションに置かずにこの吉川を迎えることができます。その前のあのベースよりのね、はい、あのプレーも見事でしたよね、守備でそしてタイムリーもありました、攻守で躍動している2年目の田中美希也です。そしてジャイアンツはこの後がピッチャーの西舘というところでベテラン長野久義ネクストに準備しています。吉川がジャイアンツサイドはつなげるか。高め空振りです。清水のボールの走りというのはどうですか。いいですね。それに対してジャイアンツは打率4割を超えている吉川です。今日はセンター前ヒットの後ライトへの犠牲フライ、打点も1つきました。今シーズン初打点。低めバットは止まっています。この回を抑えますとドラゴンズは細川からの打順になります。12回まで行きますと清水の後あと1人というのが必要になるドラゴンズです。まあだけど清水のストレートはあの8回投げた勝野とね、同じようなあのこの威力を感じますよね。そうですね。このストレートも155、強さがある中でラストボールはどうするか。落とした、振らせた、タッチをして空振り三振。清水達也も見事なピッチング、ランナー一人出しましたがゼロに抑えています。さあこの後は